皆さんこんばんは、デザインアトリエかけだまかずです。本日も YouTube 配信のご視聴皆さん本当にありがとうございます。今日はですね、カムバックということで、はい、あのスペシャルな企画戻ってまいります。はい、まあ、あのねスペシャルな企画っていうのはこれもね年に1回か2回できるかなっていう企画で、ちょっとねこれもうね言ってしまうと今日のね、ラストに、ご紹介をさせていただきますが、中身がね、すべて、公開されているパックなんですけれども、ラインナップがね、公開がされていて、その公開されたラインナップの中から、皆さんご自身でお好きな宝石を選んでパックを作れるよっていうね、セレクトパックっていうパックをやりたいと思います。はい。これね、なかなかできない企画なので、ぜひですね、ラインナップと気に入った方は、手に取っていただきたい、そんな企画になります。でですね、それだけではなくて、今回はね、いろいろな宝石ご紹介をさせていただきたいなと思っていて、スペシャルな企画、かけ単価処理オパールのね、サービス企画とか、あとはですね、スペシャルな一点物も用意させていただいております。ソーティング付きの、ジェレメジェバイトをご紹介させていただいたりとか、ウォーターフォルマリンのね、一点物をご紹介させてもらったりとか、あとはですね、久しぶりの登場ですね、こちら、ノーヒートルビーもね、こちら、鑑別カード付きでご紹介をさせていただこうかなと思います。今日もね、盛りだくさんでご紹介をさせていただきますので、ぜひぜひ、最後まで楽しんでいってください。そしてですね、今日もプレゼント企画やっちゃいましょう。はい。抽選で200名様にご視聴いただいている皆さんの中から抽選で、宝石をプレゼントさせていただこうかなと思います。プレゼント企画につきましては、この動画の概要欄の方にですね、プレゼント応募フォームご用意をさせていただいております。で、応募フォームにですね、本日の配信の中で、抽選にですね、必要なキーワードをお伝えをさせていただきますので、そのキーワードを、応募フォーム内の備考欄に、キーワードを入力していただいてご応募をいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。抽選で200名様に宝石をプレゼントさせていただきます。はい。そしてですね、今日ご紹介させていただく宝石、1番から25番までですね、ご紹介をさせていただきますが、すべてご購入可能な宝石となっております。この動画の概要欄の方にですね、ショップページの記載と、商品ページのね、公開時間、記載をさせていただいておりますので、そちらをご確認いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は、スペシャルな企画、やらせていただきます。皆さん楽しみながらご視聴ください。さあ、それでは、いきますかね。まず1番目からいきましょう。まずは、こちらの宝石。カットね、見ていただければわかると思います。はい、ハート型のカットの宝石。イエローカラーが色づいた宝石ですが、はい、こちら1番は、シトリン、カッコ、ハートという形でね、ご紹介させていただきます。ハートカットのシトリン、ご紹介です。イエローカラーとね、このハートのカットが相性がね、すごく良くて、可愛いですね。今回ですね、サイズの方が約6ミリサイズのシトリンになります。まあ、シトリンはね、しっかりと透明感もありますし、輝きもあるので、この本当にね、このハートのカットと相性がすごくいいんじゃないかなと思います。はい、まず1番目は、シトリン、カッコ、ハート。800円で40ピース限定でご紹介になります。はい、もう初っ端からね、飛ばしていきます。まあ、こんな感じでね、25番まで宝石ご紹介をさせていただきますので、ぜひね、最後まで楽しんでいってください。さあ、続いて2番目いきましょう。これはですね、人気高いと思います。はい、それではご紹介させていただきますが、よいしょ。これはね、黒背景で見ていただくと、すごく綺麗ですよ。あー、綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗です。ちょっと出しすぎましたかね。はい。もうね、画面から美しさが伝わっていると思うんですけど、よいしょ。こんな感じ。はい。こちらですね、まずタイトルからいかせていただくと、2番は、かけ単価処理オパール、なんと、五石サービスっていう形でご紹介をさせていただきたいと思います。はい。今画面に映っております。よいしょ、ちょっと出しすぎちゃったんですが、こちらのですね、単価処理オパールを五石皆さんのお手元にお届けをさせていただきたいと思います。
で先ほどねお伝えをさせていただいたんですが、こちらの炭化処理オパールは本当名前の通りね、炭化処理っていうね処理がされているオパールになりますが、このね黒くてこの黒い字から見えるこの有色効果がすごい綺麗だよねっていうね、そんな炭化処理オパールになります。で今回の炭化処理オパールは欠け傷あります、わかるかな、欠けがしっかりとありますので、欠け傷がある分ですね、今回特別な価格帯でご紹介をさせていただきたいと思います、はい、欠けがある分ですね、超お得な価格帯でご紹介です。どの子もですねこんな感じで形がそれぞれです。ちょっとこう涙型の子がいたりとか、ちょっとこんな子の子がいたりとかって感じで、どの子が来るかお楽しみです。でカラーもちょっとこういうねこんな子もいたりとか、ちょっとミルキーな子がいたりとかっていう感じで、でカットがどの子もわかるかな、ちょっとこうファセットが切られているローズカットの炭化処理オパールになります。でサイズの方が一番小さい子で約縦5ミリサイズの子が一番小さくなってきます。はい、結構ね大きめの子はねこんな感じ、こんな大きい子も入っているので、大きい子来たらラッキーだと思ってください。はい、2番は欠け炭化処理オパール、なんとランダムでね、ここから5席1セットにしてお届けをさせていただきます。はい、金額の方が、これはね、超サービスです。1850円で72名様限定。これはもうね、かなり人気高いと思いますので、今ね、配信見ていただいてる方でちょっとね、売り切れてしまう可能性が高い宝石かなと思います。すごくね、人気が高い宝石なので、まあ、人気がね、高い理由がね、本当にわかります。本当に美しい宝石なので、ぜひねこれは欠けはありますが、欠け気にならないよって方ぜひゲットしてみてください。さあ続いていきましょう。続いてはですね3番ですね。3番は、はい、こちらの宝石ご紹介をさせていただきましょう。今度はちょっと白背景でお見せしましょう。はい、ということでご紹介です。ブルーカラーの宝石ですが、鮮やかなねカラーが非常に美しい。はい、こちらですね、スイスブルートパーズになります。はい、ブルートパーズはスカイブルートパーズ、スイスブルートパーズ、ロンドンブルートパーズとカラーがね、濃くなればなるほど、市場価値が上がっていくよっていうね、そんな宝石ですが、スイスブルートパーズはブルートパーズの中では真ん中のね中間のカラーになります。色鮮やかな発色がとてもね人気な宝石ですが、今回もこの発色の良さ伝わってますかね。綺麗ですね。でこのねカラーがいいですよね。で今回ペアシェイプカットなので、すごくね相性がいいカットかなと思います、このブルーカラーと。はい、でこちらのねブルートパーズ一石ではなくて、今回ですねこちらの今画面に映っております、はい、涙型ですね、涙型のスイスブルートパーズが一石入りますよ。そして実はもう2石の宝石をね、お付けをさせていただこうかなと思ってるんですが、思ってるというよりお付けするんですが、もう2石もですねちょっと今皆さんにお見せしようかなと思います。はい、どんな宝石が皆さん入ると思いますかね。はい、思いますかねって言われてもなかなかね想像つかないと思うので、お見せをさせていただきますと、よいしょ、こちらの宝石をまずお付けしようかなと思います。はい、綺麗なカラーじゃないですかね。はい、先ほどのスイスブルートパーズよりもう一段階ですね、ブルーカラーが濃いロンドンブルートパーズになります。こちらもねブルートパーズなんですが、一番カラーが濃いロンドンブルートパーズ、はい、お付けをさせていただきます。サイズの方が約縦3ミリ、ごめんなさい、約縦が4ミリですね。約縦4ミリ、横が3ミリサイズ、4×3 というサイズ感のロンドンブルートパーズ、こちらも同じくペアシェイプカットの宝石をお付けさせていただきます。これがねまず一石目ですね。そしてもう一石も宝石をお付けさせていただくんですが、もう一石も同じくですね、よいしょ、
こちらの宝石、はい、ロンドンブルートパーズなんですが、今度はカット違い、はい、オーバルカットのロンドンブルートパーズを、お付けさせていただきますよということで、こちらのオーバルカットのロンドンブルートパーズは、一番小さい子で約縦が 4.8mm、 横が 2.8mm サイズの、はい、ロンドンブルートパーズになります。はい、ということでね、ロンドンブルートパーズが2隻ついてきちゃうよっていうね、スイスブルートパーズの企画になります。はい、トパーズのね、ぜひ魅力を味わっていただきたいなと思って、はい、こんな企画作ってみました。ちょっともう一回整理すると、はい、こちらのねスイスブルートパーズが必ず一席、入りますよ。そして、ペアシェイプカットのロンドンブルートパーズ、オーバルカットのロンドンブルートパーズが一席ずつ入ります。計3席のね、ブルートパーズをお送りさせていただきますよというね企画、ご紹介をさせていただきます。で、金額の方がですね、金額の方が、1980円で、34名様限定ですね。1980円で34名様限定の企画となりますので、ぜひねブルートパーズの魅力たくさん味わいたいよという方、ゲットしてみてください。失礼しました、ゲットしてみてください。はい、3番はスイスブルートパーズプラス2席、こちらの2席はロンドンブルートパーズになります。さあ、続いていきましょう。続いては4番目の宝石ですね。これは久しぶりの登場かなっていう宝石なんですけど、カラーがめちゃめちゃ可愛いです。はい、4番目の宝石ご紹介しましょう。みかんのようなね、柑橘カラーがめちゃめちゃ可愛いです。そしてサイズがね、今回しっかりとあります。はい、4番はスペシャルティンガーネットになります。はい、ガーネットの中でもオレンジカラーの発色をしてくれるガーネットをご紹介をさせていただきたいと思います。で、今回のスペシャルティンガーネットの特徴を申し上げると、サイズ感、まずしっかりあります。一番小さい子でも 4.8mm サイズの方がね、一番小さくなってくるんですが、サイズ感バッチリあります。そしてもう一個特徴を挙げると、インクルージョンがあります。はい、インクルージョンがありますが、このね、インクルージョンも楽しんでいただきつつ、このサイズ感も楽しんでいただきつつ、2回言いましたが、インクルージョンがあるからこそ、この価格でご紹介できるよっていう感じで、サービスのね、価格帯でご紹介できるかなと思います。黒背景で見ていただくとまたね、このカラーの発色映えてくれますね。で、白背景で見ても、しっかりとこの柑橘カラー伝わってるんじゃないでしょうか。で、インクルージョンはあるんですけど、スペシャルティンガーネットのこのね、特有の輝き、強い輝きをしっかりと楽しめるので、はい、インクルージョンも楽しみつつ、カラーも楽しみつつ、サイズ感も楽しみつつ、そして輝きも楽しんでくださいというね、そんな企画になります。で、カットの方がね、今お見せさせていただいてますが、ラウンドの子がいたりとか、ペアシェイプの子がいたりとか、楕円形の子がいたりとかって感じで、どのカットが来るかお楽しみの企画になります。はい、4番目はスペシャルティンですね。スペシャルティンガーネットめちゃめちゃ噛みましたね、1980円で26名様限定の、企画になります。いや、スペシャルティンガーネットはね、私ガーネットの中でもすごく好きな、一石になっております。おすすめしたいと思います。さあ、続いて5番いきましょう。5番はですね、あ、これはね、久しぶりの登場かな。はい、ご紹介をしましょう。結構大きめですよ、今回。プルンプルンでツヤツヤって感じのね、ブルー宝石ですが、5番はですね、もう皆さん何の宝石かわかりますかね。ちょっと黒背景でもお見せしましょう。いやー、綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗です。はい、透明感今回しっかりとあります。で、ブルーカラーもしっかりと色づいてるよっていうね、カラーの宝石です。はい、5番はカボションカット、つるんとしたね、ドームカットをカボションカットって言いますが、カボションカットのサファイアですね。サファイア、ご紹介をさせていただこうかなと思います。すごくないですか、このサイズ感がね、とにかく大きいです。一番小さい子でも約縦が 7.8mm サイズ、横が 5.8mm サイズのブルーカラーが色づいた。で、透明感もしっかりとあるの分かりますか。こんな感じ、しっかりとね、透明感がある
はい、カボションサファイアご紹介をさせていただきたいと思います。でカラーもなんかこうクールなカラーをしてますね今回。はい、透明感もしっかりとあるし、ブルーカラーもしっかり色づいてるし、サイズもしっかりあるよっていうね、カボションサファイアご紹介をさせていただきたいと思います。これはね久しぶりの登場で、大きめのサファイア欲しかったよって方ぜひゲットしてみてください。5番はカボションサファイア2980円で25名様限定。ちょっとこれ数少ないので、まあ、争奪戦になるかもしれません。ぜひねゲットしてみてください。5番はカボションサファイアですね、ご紹介をさせていただきました。さあどんどん行きましょう。続いては6番はね、これね個人的にカラーがねすごく私気に入ってしまって、はい、これねぜひ皆さんにね YouTube でご紹介したいなと思って、今日は、ちょっと YouTube にね出演依頼かけたら、いやぜひ出たいですということで言ってくれたので、ちょっと登場してもらいましょう。はい、ということで今回こちらねカラーがめちゃめちゃ綺麗なんです。ちょっとね今モニター越しだとブルーが強く映ってるんですが、実際ですね、商品ページ見ていただくとね、カラーしっかりとわかるので、ぜひね、商品ページ見ていただきたいんですが、今回ね、フローライトご紹介になるんですが、まずサイズ大きいです。一番小さい子でも約縦が 10.8 ミリ、横が 8.8 ミリなので、めちゃめちゃ大きめのフローライトで、透明感もあって、輝きもしっかりとある、品質がなかなかいいフローライトかなと思います。どの子もオーバルカットの、フローライトになるんですが、今回のフローライトはグリーンカラーと少しこうブルーを噛んだカラーがすごく綺麗なので、ちょっとね、YouTube に出演させていただきたいなと思って今日はねお連れをしました。あ、これねカラーちょっと見てもらいたいな。画像を出しましょうかね。写真をね、撮らせていただいたものを今、画面に、ね、出させていただくんですが、カラー伝わりますかね。このブルーとグリーンを混ぜ合わせたようなすごくね綺麗なカラーをしてます今回。でこのカラーがね今回は私すごく気に入りまして、はい、ご紹介をさせていただいております。はい、6番はねフローライトになります。サイズバッチリのカラー綺麗で透明感と輝きがしっかりあるフローライト欲しかったよって方、これはねすごくおすすめになるの で金額帯もねこのサイズ感で、あ、この金額だったら欲しいなっていう金額でご紹介できるので、ぜひね気になる方ゲットしてみてください。いや綺麗ですね。はい、6番は、フローライトですね。金額の方が2200円でちょっとね数少ないです。20名様限定でのご紹介になります。これは個人的に私も一席欲しいなというね、そんなカラーのフローライトになります。まあ、フローライトもねいろんなカラー存在するので、ぜひね、まあ、今後もいろんなフローライトをご紹介させていただいて、まあ、こんなカラーのねフローライトもあるんだっていう感じで今後もですね、ご紹介できればなと思っております。さあどんどん行きましょう。続いては、7番ですね。7番はですね、はい、これはねすごく綺麗です。これからの、季節にぴったりなカラーと輝き方をしてくれます。で今回のこの宝石は品質重視の方に特におすすめしたいです。はい、この品質のこの宝石がこの価格で買えたらいいよねっていう感じでご紹介できます。はい、7番は高品質のブルージルコンですね。この輝きを見ていただいたらね、もうこれは綺麗でしょうって感じです。はい、高品質の、ブルージルコンご紹介です。どの子もねオーバルカットの品質の良さ伝わってますかね。透明感素晴らしいですし、カラーもね大人っぽいカラーで、そして輝きを見てください。輝きがね本当に綺麗なので、これね肉眼で見ていただくとね、もっとちょっとね強くて綺麗な輝きを楽しめるので、ぜひね高品質の、ブルージルコン欲しかったよって方、ぜひゲットしてみてください。でサイズもね今回しっかりあります。一番小さい子でも約縦が 6.9mm、 横が 4.8mm サイズで、バッチリとねサイズ感があるブルージルコンになります。まあこれからね春そして夏になっていきますか、今も春か春で、これからね夏になっていきますが、
やっぱね、暖かくなってくるとこういうねブルーカラーで輝きが強い宝石ね見たくなりますね。はい、ということで高品質のブルージルコンご紹介をさせていただきたいと思います。これは金額帯安いと思います。はい、高品質ブルージルコン、4980円で30名様限定ですね。4980円で30名様限定でご紹介です。ブルージルコンね本当に輝きが強いので、輝き強くてブルー宝石好きな方には本当に、ね、おすすめしたいと思います。はい、そしたら続いては8番いきますか。8番いきましょう。8番はこれねサービス企画やっちゃいたいと思います。これね結構あの昔の在庫なのでちょっとねタイトル申し上げると、8番はタンザナイト、在庫還元一石っていうタイトルをつけさせていただきました。いやー綺麗ですね。綺麗でね大きめのタンザ欲しかった方今回ほんとチャンスですよ。はい、透明感もしっかりとあるし輝きもしっかりとあるのでこれはね超おすすめのタンザナイトになります。綺麗ですね。で今回見ていただいて分かる通り、こんな感じでね、ペアシェイプの子がいたりとかオーバルの子がいたりとか、中にはこんな綺麗なラウンドの子、この子綺麗ですね、ラウンドの子がいたりとかって感じでカットがね様々になります。で中にはこんな子います、三角形の子もいたりとかって感じで、サイズ感ね今回しっかりとあるの皆さんね分かりますかね。一番小さい子でも約6ミリサイズあるので、そしてカラー、そして透明感輝き本当に素晴らしいタンザナイトなので、で今回ですね、在庫還元一石と、言っておりますが、ちょっとね昔の在庫で、22ピースだけタンザナイト、カット違いで残っていたので、これはですね、もう22ピース還元で YouTube 出しちゃおうということで出しちゃいました。はい、ということで、6番はタンザナイト在庫還元一石、このね今画面に映っております綺麗で大きめのタンザナイトが必ず一石お手元に届くよ、そんな企画をやりたいと思います。どの子が来てもね綺麗なのでどの子が来ても嬉しいと思います。はい、ということで6番はタンザナイトのねスペシャル企画やりたいと思います。金額の方が4980円で、22ピース限定でご紹介になります。これはね人気高いんじゃないかなと思います。はい、昔の在庫だからこそできる、企画かなって感じで今日はご紹介させていただきました。さあそしたらですね続いては、9番ですね。9番からはちょっとね一点物がバーッと続きます。でやっぱりですね一点物は競争率がねかなり激しいです。前回の配信もですねちょっとね抽選販売って形でご紹介させていただいたんですけれども、多い宝石には本当に一つの宝石に10名以上の方がね、抽選に応募してくれたりとかっていうねそんな、宝石もありました。公平性をですね保つためにも、一点物に関しては今回ねまた抽選でやろうかなと思います。これからね、全て抽選でご紹介をさせていただきますので、ぜひ気になるね宝石ございましたら抽選応募してみてください。さあ続いて9番いきましょう。9番ね早速ね可愛い宝石、これもねかなり競争率高いんじゃないかな。はい、9番いきましょう。あ、ちょっと表向いてください。はい、ということで、9番はですねハート型のカットのスペサルティンガーネットご紹介をしたいと思います。こんな感じ、あ、かわいいですね。もうハートのスペサってなかなか出会うことないので、今回ねちょっとタイミングで手に入ったのでご紹介をさせていただくんですが、ハートカットのスペサルティンガーネットになります。約縦が 5.9 ミリ横が 6.9 ミリサイズ 1.26 キャラットの、スペサルティンガーネットになります。はい、ここからね全部、一点物は抽選とさせていただきます。金額の方が、4500円で1ピース限定になります。はい、4500円で1ピース限定、カラーも可愛いしカットも可愛くて、いやーいいですね、すごく可愛いです。はい、9番はスペシャルティンガーネット一点物抽選販売とさせていただきます。さあ続いてこんな感じでですね、抽選販売やらせていただきますが、10番いきましょう。10番は、はい、この子はねカラーの発色本当に素晴らしい、そしてビッグサイズです。10番はこちらの宝石、大きい、そして綺麗ですね。はい、10番はビッグ
ッグ、スペシャルティンガーネットではなくてビッグスイスブルートパーズですね。すいません、先ほどのスペシャルティンガーネットにちょっと引っ張られてしまいましたが、ビッグスイスブルートパーズ、ご紹介させてください。カラーの発色素晴らしくないですか。そして皆さんご注目ください。透明感、下の上下透けちゃいますって感じの透明感、素晴らしい透明感と輝きですね。でお尻もしっかりと深いのでカラーの輝きも深いですね。で透明感も素晴らしいし、カラーも素晴らしいしっていうね、素晴らしい一石です。はい、10番は、スイスブルートパーズ、約縦が 16.1mm、 横が 12.2mm サイズ、 12.69 キャラットのビッグサイズスイスブルートパーズになります。裏面こんな感じです。まあ、ギリギリでピンセットで持てるかなって感じです。はい、金額の方が 13,000円で1ピース限定の抽選販売となります。さあ続いては11番いきましょう。11番はですね、よいしょ、こちらの宝石になります。はい、ということで同じくですねブルートパーズなんですが、こちらはね、スカイブルートパーズになりますが、カットにご注目ください。この職人技を楽しめるすごいカットが手に入りました。こちらはもう一点物に、もう一点物でもご紹介しなきゃなって感じですね。はい、11番はブルートパーズになりますが、カットがなんだろう、こうお花かな、お花のようなねすごく繊細なカットのブルートパーズになります。すごくね立体感がありますね。でこの子はねちょっと裏面見ていただくと、ちょっと裏面見せてください。裏面見ていただくとちょっととね、待ってください、掛けが、あ、ここですね、ここにちっちゃい掛けがあります。こちらだけね、ご了承いただければと思います。はい、11番はブルートパーズの、抽選販売をさせていただきます。約縦が 14.0mm、 横が 10.2mm サイズ、 9.85 キャラットのビッグサイズブルートパーズ、5,500円で1ピース限定になります。これもかなり抽選の応募が多いんじゃないかなと予想される宝石になります。11番はブルートパーズになります。さあ続いては12番ですかね。12番ご紹介をさせていただきましょう。これもね人気高いと思います。12番はよいしょ、こちらの宝石になりますが、これね久しぶりの登場じゃないかなって感じでご紹介しましょう。バッチリですね、もうバッチリカラーがね分かれてる、はい、ウォーターメロントルマリンご紹介させてください。サイズ感すごいですよ。はい、このサイズ感です。お尻の深さもしっかりとあって、このカラーがねもうねスイカのカラーちゃんとしてますね。はい、ウォーターメロントルマリンになります。約縦が 11.5mm、 大きいですね。横が 8.1mm サイズ、 4.39 キャラットのウォーターメロントルマリンになります。こちらは1ピース限定ですが抽選販売とさせていただきたいと思います。透明感もねしっかりとあるウォーターメロントルマリンになります。金額の方が、21,000円で1ピース限定、はい、21,000円で1ピース限定、これも人気高いんじゃないかなと思います。はい、21,000円で1ピース限定になります。さあ続いても13、14と同じくウォーターメロントルマリンが続きますが、13番はもっとサイズが大きくなります。大きいですね。はい、約縦が 13.3mm、 横が 8.0mm サイズ、 6.11 キャラットのビッグサイズウォーターメロントルマリンになります。ギリギリピンセットで持てるサイズ感ですが、もうこのサイズ感ともカラーと透明感とインクルージョン、いろんな角度で楽しめるので、ぜひねこのウォーターメロントルマリンご自宅でね楽しんでみてください。はい、13番はウォーターメロントルマリン、 28,900円で1ピース限定です。28,900円で1ピース限定でご紹介をしましょう。さあ続いて14番いきましょう。14番も同じくウォーターメロントルマリンですが、まあ、それぞれね個性が少し違うので、ぜひねその個性、ゆっくりと皆さん見ていってください。はい、この子が14番ですね、ウォーターメロントルマリン。皆さんね、今一点ものご紹介させていただいてますが、同じ宝石もね続きますので、ぜひね今お伝えをさせていただいている番号の方ねしっかりと覚えておいていただけると嬉しいなと思います。この子が14番、
ウォーターメロントルマリンになります。約縦が 13.3mm、 横が 7.8mm サイズ、5.76 キャラとサイズ感ね、しっかりとある、はい、ウォーターメロントルマリンになります。裏面こんな感じです。サイズ感わかりますかね。お尻の深さ伝わってるでしょうか。黒背景で見るとこんな感じ、白背景で見るとまたインクルージョンが個性的でいいですね。はい、5.76 キャラと、25,800円で1ピース限定になります。なかなかカッティングされたこのサイズ感のウォーターメロントルマリンは入荷がほんと1年に1回買いあるかないかぐらいの、ね、感じでご紹介をさせていただけるぐらいなので、ぜひですね、気に入った方は抽選を応募してみてください。さあ続いては15番ですね、ご紹介しましょう。15番はこれもね、かなりチャンスですよ。15番はエメラルドをご紹介しましょう。今回のエメラルドは透明感にご注目ください。カラーもね、もちろんしっかり色づいてますが、透明感素晴らしいですね。これだけ透明感があって、サイズ感がこれだけ大きいエメラルドがこの価格帯で登場だよって感じでご紹介させてください。約縦が 7.8mm、 大きいです。横が 5.1mm サイズ、 1.14 キャラットのエメラルドですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。透明感伝わってますかね。素晴らしい透明感です。サイズ感も素晴らしいです。15番はエメラルド、 35,800円で1ピース限定抽選とさせていただきます。続いてですね、16番から、19番まではですね、エレメージバイトの、一点物を、4つですね、ご紹介をさせていただきたいと思いますが、今回のエレメージバイトは、ソーティングメモ付きのエレメージバイトになります。まあ、エレメージバイトって言ったり、ジェレメージバイトって言ってね、ご紹介をさせていただいてますが、今回はね、まあ、ソーティングメモの方に、エレメージバイトという記載がありますので、エレメージバイトという形でご紹介をさせてください。さあ、そしたら16番エレメージバイトご紹介をさせていただきたいと思います。今回ね、ソーティングがついてるので、ぜひですね、ソーティング付きの宝石欲しかった方は今回チャンスになります。で、今回ね、綺麗ですよ。はい、サイズもね、抑えられてるので、金額もね、抑えられてるかなって感じのエレメージバイトご紹介をさせてください。はい、まずサイズから言うと、約縦が 1.9mm、 横が 1.7mm サイズの宝石になります。で、カラーがね、しっかりとブルーカラー色づいてて、透明感もね、しっかりとあるエレメージバイトになります。 0.03 キャラット、この子ね、綺麗ですよ。ちょっと黒背景でもお見せしましょう。綺麗ですね。小さめなんですが、存在感があるエレメージバイト。はい、こちら、ソーティング付きでご紹介をさせてください。15,000円で1ピース限定でご紹介をさせてください。で、ソーティングはどんな感じかというと、よいしょ、こんな感じですね。はい、天然エレメージバイト、0.032 キャラットという形で、サイズもね、こちらに記載をさせていただいております。こちらね、抽選販売にて、ご紹介をさせていただきますが、ご当選された方にはこちらのソーティングメモも一緒に、お届けをさせていただきます。まあ、こんな形で、あとですね、3つ、エレメージバイト、ご紹介をさせていただきますので、ぜひね、気に入った子探してみてください。続いては17番エレメージバイトご紹介をしましょう。サイズがね、少し大きくなりますので、またね、雰囲気も変わっていきますということで、はい、この子が17番エレメージバイトご紹介をさせていただきましょう。この子も透明感とカラーがとにかく綺麗ですね。黒背景でもお見せすると、この美しさです。伝わってますね、もう伝わってますね、皆さん。はい、17番エレメージバイトご紹介になります。約縦が 2.5mm、 横が 2.3mm サイズ、 0.07 キャラットのエレメージバイト、 39,800円で1名様抽選になります。この子もね、ソーティングがついてきます。さあ、続いて18番いきましょう。
18番エレメージバイトはどんな子かというとこの子になります。ちょっとだけお待ちください。はい、ではご紹介させてください。この子が18番ですね。はい、ご紹介しましょう。サイズ感しっかりとあります。カラーもしっかりと色づいております。黒背景で見るとこんな感じですね。約 2.4 ミリサイズのエレメージバイト 0.078 キャラットの宝石になります。はい、こちらのエレメージバイトは18番です。皆さんね、ぜひ気に入った、宝石ございましたら番号を覚えておいてください。綺麗ですね。はい、希少石エレメージバイト、なかなかねゲットできないので、ぜひ、エレメージバイト探されてた方ゲットしてみてください。18番はエレメージバイト 39,800 円で1ピース限定になります。やっぱねサイズ感は、まあ、小さいとはいえエレメージバイトの中では、まあ、しっかりとねサイズ感はあるのかなと思います。はい、存在感がね本当にしっかりとあるエレメージバイト、今回透明感とねカラーがすごく魅力的です。はい、そしてソーティングもついてくるよというところがねまた今回の見どころかなと思います。18番エレメージバイト 39,800 円で1ピース限定。さあ続いてエレメージバイトとしてはラスト19番になりますが、19番エレメージバイトご紹介をさせていただきましょう。ですね、19番の子はこの子だけねカッティングが四角いカットじゃなくてオーバルカットになります。でね、オーバルでサイズの方が約縦 3mm、 横が 2.4 ミリサイズで、お尻がねしっかり深いので輝き方がすごく綺麗なの伝わりますか？綺麗なんですよね。で、カラーも綺麗でしょう。はい。約縦が 3.0 ミリ、横が 2.4 ミリサイズ、0.09 キャラットの19番ですね。この子は19番エレメージバイトになります。35,800 円で1ピース限定。あ、この輝き、わかりますか？めちゃめちゃ綺麗です。はい。金額の方が 35,800 円で1ピース限定。ああ、これ欲しいですね。はい。19番はエレメージバイト1点物で抽選販売にてご紹介をさせていただきました。さあ、ここからですね、24、21、22、23と、4つね、1点物をご紹介をさせていただいて、ラストのね、スペシャル企画いきたいと思うんですが、20番から23番はですね、ノーヒートルビーをねご紹介させていただきたいと思います。で、ノーヒートルビーはですね、こちら鑑別カード付きの、ノーヒートルビーとなりますので、今回ねこちら、抽選でね当選された方には鑑別カードもね、一緒にお届けをさせていただきますのでご安心ください。20番ねノーヒートルビーご紹介をさせていただきましょう。これはね久しぶりですね。こちらの宝石は久しぶりの登場じゃないかなと思います。20番ノーヒートルビーご紹介です。綺麗なカラーしてますね本当に。はい、約縦が 4.8 ミリサイズ、横が 3.4 ミリサイズ、 0.44 キャラットのねカラーと照り感、すごく綺麗なノーヒートルビー、この子は20番ノーヒートルビーになります。まあ、ルビーですね、通常加熱処理がされている宝石になりますが、まあ、ルビーと言わず、まあ、コランダムですね、ルビーサファイアは通常処理としてね、加熱処理がされる宝石なんですが、こちらのルビーはですね、その加熱処理がされていない、まあ、採掘された当初からこのカラーで、採掘されたよっていうね、そんな宝石になります。はい、そんなね物語も一緒に楽しんでください。20番はノーヒートルビー、めっちゃめちゃ綺麗です。はい、こちら、65,000円で1ピース限定になります。黒背景めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、65,000円で1ピース限定になります。はい、こんな感じでノーヒートルビーも、あと3つですね、ご紹介させてください。ちなみにですね、鑑別カードは、はい、AIGS の鑑別カードが付きます。 0.44 キャラットでサイズも書いてあって、ノーヒートルビーだよってことでね記載があります。はい、20番ノーヒートルビー、こちらもね一点物で抽選販売でご紹介をさせてください。いや物語もなんかいいですね。はい、さあ続いてね21番いきましょう。21番も同じくノーヒートルビーですが、サイズがねもう一回り大きくなります。
はい、21番ノーヒートルビーです。はい、綺麗ですね。この子も透明感素晴らしいです。約縦が 5.0mm、 横が 4.0mm サイズ、0.40 キャラットの大きめのノーヒートルビーになります。黒背景で見るとこんな形、輝きと透明感が魅力的ですね。はい、21番は、ノーヒートルビー59,000円で1ピース限定になります。59,000円で1ピース限定になります。デザインアトリエかけらでは本当に久しぶりの登場じゃないかなっていうね、そんな、ノーヒートルビーになります。さあ続いてが、22番ですね、ご紹介をさせていただきましょう。22番のノーヒートルビーはこちらになります。ちょっとだけお待ちください。はい、22番ノーヒートルビーご紹介をさせていただきます。よいしょ、22番はこんな子です。この子ね、カラーの発色とね、透明感が素晴らしいノーヒートルビーになります。約縦が 5.1mm、 横が 3.7mm サイズ、 0.33 キャラットのノーヒートルビーになります。49,800円で1ピース限定ですね。49,800円で1ピース限定ですね。輝き方とか透明感とか、まあ、カラーの発色もですね、今ねご紹介させていただいたそれぞれね、またちょっと違うなと思いませんかね。皆さんぜひね、この個性をね、皆さん好きな子を、選んでみてください。さあ次がノーヒートルビーとしてはラストになります。23番ノーヒートルビーご紹介をさせていただきたいと思いますが、よいしょ、登場してもらいましょう。この子もね、綺麗ですね。照り感が素晴らしいです。はい、23番ノーヒートルビー、約縦が 4.8mm サイズ、横が 3.7mm サイズ、 0.36 キャラットの、いやー、この子も綺麗ですね。はい、ノーヒートルビー、こちらも一点物で1名様抽選でご紹介をさせていただきましょう。最後黒で終わりましょうかね。はい、23番はノーヒートルビー 5万5000円で1ピース限定になります。はい、ということで一点物ね、今日たくさんやりましたが、全部ね抽選販売でご紹介をさせていただきます。ぜひですね、気になる方抽選応募していただいて、ご応募いただけましたら嬉しいなと思います。抽選のね応募の日時とか、当選のね、メールの日時とかですね、そちらはね商品ページの方に記載をさせていただいておりますので、そちらよく、読んでいただいてご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、そうしましたらラスト24番25番はついにあの企画が戻ってまいりました。はい、24番は3000円セレクトパックになります。はい、3000円セレクトパック、こちらですね、ラインナップね全て公開させていただいておりまして、24番は3000円セレクトパックっていう形でご紹介をさせていただいてますが、21種類のラインナップの中から皆さんですね、お好きな宝石を6個ですね、6石お選びいただけるよっていうね、そんなセレクトパックになります。はい、タンザナイトとかロンドンブルートパーツとかアウイナイトの原石とか、あとはですねゴッシェナイトとか、まあ、いろんな宝石ですね、グランディディエライトも入ってます。いろんなね、ラインナップ、用意をさせていただいておりますので、ぜひですねこちら、商品ページの方を見ていただくと、ラインナップすべて書いてありますので、そちらの中から好きなね6石を選んでいただいてご購入いただけるよう、そんな、ね、企画になります。で今回ですね、こちらちょっとセレクトパック、発送にちょっとお時間をいただきます。はい、発送日はですね4月の19日をね予定をさせていただいております。ぜひですね皆さん、お好きなラインナップを選んでいただいて、ご購入をねいただければなと思います。今までねなかなかお楽しみのねパック系が多かった中で、今回はね、まあ、本当にね年に1回2回できるかなっていうね、そんな、パックになりますが、今回は選んで、自分自身で選んで作れるパックだよっていうね、そんなパック、特別なパックをやらせていただいております。こちらがね24番3000円セレクトパック、ご紹介になります。そして25番は少し金額が変わって1万円セレクトパックになります。こちらは15種類のラインナップの中から、お好きなね5席を選べるよ、そんなセレクトパックになってます。ラインナップもですね今回豪華ですよ、ブラッドショットアイオライトが選べたりとか、アレキサンドライトキャッツアイが入ってたりとか、ルチルキャッツも入ってましたね、ルチルキャッツも入ってたりとか、
こちらもね15種類、ラインナップ、揃えさせていただいておりますので、その中から5石の、宝石を選んでご購入いただけるよう、そんなねスペシャルなパックご用意をさせていただきました。25番は1万円セレクトパック、ご紹介になります。こちらもですね発送日はちょっとねお時間いただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですねラスト、あの企画が戻ってきたということで、自分自身で作れるパック、そんなね特別な企画作ってみました。本当に、ね、なかなかできない企画なので、ぜひですね気に入ったラインナップございましたら、選んでいただいて、ご購入いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、そしたらですね、今日のキーワードを言いましょうかね。今日のプレゼント応募にするのはキーワードをお伝えしましょう。そしたら今日は、あ、じゃあね、今日今ちょうど画面に映っておりますね、ルビーが映ってくれてますが、ノーヒートなので、そうだな、そしたらキーワードはノーヒート、カタカナでノーヒートにしましょう。はい、プレゼント応募フォームはこの動画の概要欄の方にねございますので、そちらからご応募いただいて、備考欄にキーワードをね必ず入力していただいてご応募をお願いいたします。はい、ということで今回はなかなかできない企画ご紹介をさせていただきました。そしてね一点物もたくさん、ご紹介させていただきましたので、ぜひね、気に入った一点物も、抽選販売にてご紹介させていただいてますが、抽選応募受付しております。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日も皆さん本当にね長い時間お付き合いいただいて本当にありがとうございました。また来週も土曜日21時からお会いできるのを楽しみにしています。はい、ということで皆さん本日も本当にありがとうございました。それではありがとうございました。さよなら、ありがとうございました。皆さん花粉症大変ですが頑張りましょう。